ナンバーアンダーライン愛の圧巻パフォーマンス NHK ミュージックエキスポ2024でファンと共に感じた感動ナンバーアンダーライン愛の音楽性と魅力が炸裂 NHK ミュージックエキスポ2024での特別な夜ミュージックシーンにおいてライブパフォーマンスはファンとの特別な絆を育む瞬間です特に NHK ミュージックエキスポ2024に参加した人々にとって その夜はただの夜音楽イベントではななくく心に深く刻ままれる体験となりました多くのファンが熱狂し感動を共有したこのイベントはまさに音楽の祭典と呼ぶにふさわしいものでした。今回の記事ではこのイベントに参加した一ファンの視点からどのように音楽とファンが交錯し特別な瞬間を共有したのかを振り返りまたその背後にある意味についても考察していきます。 ミュージックエキスポに参加することができたのは、アイ h o 紫ハートが NHK の募集から当選してくれたおかげでした。FC 枠ではなく、より限られた枠からの当選は、すでにこのイベントが特別なものであることを予感させました。実際に会場に足を踏み入れると、他のアーティストたちも見事なパフォーマンスを披露し、観客を魅了していましたが、特に注目を集めたのはナンバーアンダーライン愛のメンバーたちでした。 彼らのダンスは緻密で、表現力豊かであり、初めて生で見るその迫力に、観客は終始釘付け家となりました。その夜の経験は、貴重という言葉では表しきれないものでした。放送が楽しみである一方で、その場で感じた興奮を言葉にすることは難しく、それでも少しでもその瞬間を記録しておきたいと思い、メモを残しました。このような体験を通じて、 私たちは音楽がもたらす感動の力を再認識します。音楽は単なる娯楽以上のものであり、アーティストとファンが一体となる瞬間を共有することで、言葉を超えた絆が生まれるのです。岸くんのパフォーマンスについては、詳細を話すことはできませんが、その夜の彼の姿はとてもかっこよく、彼がこのグループにおいて重要な存在であることを改めて実感しました。ファンとのつながりを大切にし、 ステージ上での姿勢からもその思いが伝わってきました。今回のイベントでは、ただ観客として参加するだけでなく、音楽を通じて私たち自身が感情を表現し、共有することができたのです。他のファンの方々の熱量や歓声も凄まじく、彼らの応援がアーティストたちのパフォーマンスにどれほどの力を与えているかを目の当たりにしました。音楽イベントにおけるファンの役割は非常に重要であり、 その声声援や掛け声がステージを一層盛り上げる要因となっていますこうした経験を通じて、音楽とファンがどのように相互に影響し合い、共鳴し合うのかを学ぶことができました。また、このようなイベントが開催される渋谷という場所も特別です。自宅からほど近い場所でありながら、このようなイベントに参加することができるのは稀なことです。それだけに、当選した時の喜びはひとしおでした。 生で見る岸くんの姿はもちろんですが、その場の空気感、他のファンとの交流も含めて、すべてが特別な体験となりました。明日は別のイベントが控えており、体力的に不安もありますが、それでも音楽の力が私たちに与えるエネルギーは計り知れません。38度を超える暑さの中でも、その瞬間のために努力を惜しまず、全力で楽しむ覚悟です。音楽は私たちの日常を彩り、 特別な瞬間をを作り出すす力を持っていますミュージックエキスポはその最たる例であり、このイベントに参加できたことは、私の音楽人生において大きな意味を持つものとなりました。イベントが終了しても、その余韻はしばらく続きました。参加者同士でのレポートの共有や、SNS での反応を見ていると、あの夜がいかに多くの人々にとって特別なものであったかが改めて実感されます。これからも、 音楽を通じて多くの感動を共有し続けたいと思います。そして、このようなイベントが今後も続いていくことを願っています。まず、ナンバーアンダーラインイの音楽性について考察します。彼らの音楽は、ポップ、エレクトロニカ、RB など、様々なジャンルの要素を巧みに取り入れ、独自のサウンドを生み出しています。その結果、彼らの楽曲は常に新鮮で、 多彩な音楽的表現を楽しむことができます。彼らの曲は単なるメロディーの集合体ではなく、リリックの中には深い意味が込められており、聴くものに強い印象を与えます。彼らの楽曲のテーマは、愛や友情、自己発見、社会的問題など、多岐にわたり、若い世代だけでなく、幅広い層のリスナーに共感を呼んでいます。また、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが持つ個性も、 彼らの魅力の一つです。各メンバーがそれぞれの特技やスタイルを持ち、それがグループ全体のパフォーマンスにおいて大きな役割を果たしています。例えば、リーダーである岸くんは、そのカリスマ性とダンススキルで知られ、ファンの間でも特に人気があります。彼のステージ上での存在感は圧倒的で、観客を一瞬にして引き込む力を持っています。他のメンバーも、歌唱力、ラップ、 パフォーマンスなど、それぞれの強みを発揮し、グループ全体のパフォーマンスを支えています。さらに、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスについては特筆すべき点が多いです。彼らのステージパフォーマンスは、緻密に計算された振り付けや、感情を込めた表現が特徴であり、観客を魅了します。彼らのライブは、単なる音楽コンサートではなく、視覚的にも楽しめるエンターテインメント書となっており、 その完成度の高さには驚かされます。特に、ライブパフォーマンスにおいては、メンバー同士の息の合った動きや、観客とのインタラクションが印象的であり、その場の一体感を生み出しています。また、ナンバーアンダーライン愛がファンとの関係を非常に大切にしていることも、彼らの人気の理由の一つです。彼らは SNS を通じてファンとの交流を積極的に行い、 その距離感を感じさせない親しみやすさがファンから支持されています。彼らはファンを ILYs と呼び、共に成長し、夢を追いかける仲間としての絆を築いています。これは、彼らが単なるアーティストではなく、ファンにとっての人生の一部であることを示しており、そのような特別な関係が彼らの活動を支えています。さらに、ナンバーアンダーライン愛はその音楽活動だけでなく、ファッションやアートなど、 他の分野にも積極的に取り組んでいます。彼らのスタイルは多くの若者に影響を与え、ファッションリーダーとしても注目されています。また、アートプロジェクトやチャリティー活動にも参加しており、社会的な影響力も持っています。彼らの多面的な活動は、音楽ファンだけでなく、広く社会に影響を与えており、その存在感は日に日に増しています。このように、ナンバーアンダーライン愛はその音楽性、 個性的なメンバー、卓越したパフォーマンス、そしてファンとの強い絆を通じて、現代の音楽シーンで確固たる地位を築いています。彼らの今後の活動にも大きな期待が寄せられており、さらなる飛躍が予想されます。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、単なるエンターテイメントを超え、リスナーの心に深く響き、影響を与える存在です。これからも、彼らの成長とともに、 音楽シーンに新たな風を吹き込んでくれることでしょう。このようなグループが日本の音楽シーンに登場したことは、非常に意義深いことであり、彼らの成功は多くの若手アーティストにも大きなインスピレーションを与えることでしょう。これからもナンバーアンダーラインアイの活躍に注目し、彼らの音楽がどのように進化していくのかを楽しみにしています。そして、彼らが紡ぎ出す音楽を通じて、 私たちはこれからも多くの感動を共有し続けていくことでしょう。最後に、この記事を読んでくださった皆さんに問いかけたいと思います。皆さんは、音楽を通じてどのような特別な瞬間を経験しましたかその経験があなたの人生にどのような影響を与えましたかこれからも、音楽が私たちに与える力について、一緒に考え続けていきましょう。